本番は聞こえますかこんばんはうれしそう反省 <laughs> 会会場へそれなシルブプレ <laughs> いやールガルよっていうかとっとんやけど 俺の相方、これ。しかも聞きよったやんや、俺今日。仕事の行きしに。うんだらなんか、おぼろげながら浮かんできたんですって。<laughs> ルガルガって言って、バカやこいつって。うるさい、お前はもう喋んなっ、つって。振り払ったん俺は手を。そうしたらこれよ。299,700円。取ってましたわ。 100円で。ま、マじだ。謝れ。いや、もうな。謝るも何もよ。屈辱の嵐ですわ、こんなん。みんな買った。取っとる奴の方が少ないやろ、これ。だいたい、たけし、偉い。俺、今回はたけし、セめんけんマジで。ようやったとまで思っとる。ちょっと和解できた気がするわ。 二号のワイド。<laughs> いやー、確かに2二のワイドなら取れとったよな。二等当たるんやけど、やっぱ一等当てれんのよな。ノリかノリのせいかこれ。だ落としたくないって言っておいて三連単買ってるしてんで。なんなんマジでね。ね <laughs> ん機とか。な <laughs> んやったん結局。あの、自身は。<laughs> まあ別にええけど。 もうなんかもうどうでもよくなってきたわ。競馬が。外 <laughs> 旋門なんかもう当たらんし、マジでどうしよって。身体考えてきた、俺ももう。<laughs> ええ加減。出遅れてた、もうええっちゅうねん、そういう出遅れとか。<laughs> 気づくまでお前4年かかったか、俺。何年負け続けるんだ。もう外旋門とかほんとどうでもええで、俺。単勝2個買うわ。もうそれでええわ。 もう無理じゃ、これ。引退、引退引退する。して、<laughs> もうなんか日曜日が嫌になってきたんだが、俺。正直。ここまでセンスがないんは、もう認めるわ、俺も。ダメ。ええよ、じゃあやるわ。 ダめって言われたらやるわ。ねえ,えよって言われたらやめるけど。自信あるレースをやれそんなものはない <laughs> 俺にも、いや、スプリントはちょっとむずいな、やっぱ。それでもと言い続けたやつが勝つ。勝てるあれじゃねえんだよな、ほんともう。<laughs> 三連覆はあれし、もう当てにいく いや、凱旋門なんかも分からんし、一周先とか言っても誰が出るかも知らんし、俺も。助けてくれや。大体お前ら、ルガルなんか言わんかったやん。<laughs> おったルガル勢事故あってたやん。いや、もうあれは自信あったけど、俺、タケシはやると思ってたけん今回。 ルガルいや、言うて、実力者やったんやろ骨折しとったけど。そう考えたら。まあ。いや、でも頭はないよな。<laughs> いや、それは3着とかならま,あまだわかるよ、2着とか。頭はわかんだろう。<laughs> 1年ぶりのレース。 クショも美味しかった。ああ、ナムラクレアな。それでも良かったんか。高松海は一番人気だった。そうなんよでも骨折やで三連服相当うまかった。いや、三連単やろう、うますぎるのあれ。だいたい佐藤のレーブが飛んだ時点で、もうまあ、つくんは当たり前なんよな。 本当なら、それでも、もうそれでもでもないわこれ。新エンペラー <laughs> 頭は無理。無理。無理なんかな。三連服ならまあ生えとったってことかじゃあ。三連単がきつすぎただけで。棒に書き方聞いたらって。なんかやってもないやろ。あいつとかもうまあ死んどるけん。<laughs> あいつも競馬できるような。<laughs> 経済能力になってないやろ、今。借金棒。貧乏とかいい音やぞ、もう自分で。お前、もうダメだろ。JP も、当たるわけないやろ。あいつなんか一番当たらんわ。俺より当たらんわ、今回の。何回言ったんなもう。 もうね <laughs> こんなんなっちゃったらって3歳かもう3歳なんか分からんしどうしようどうしたらええ俺これからお前 JP の予想に乗ったら当たったよってどうせクソヤスやろうがあいつら当たったっつったら数箇所は簡単ほんとんで なんでの省略形でまさ、ま、かこっから毎週あるんもう10月とかこれ相当辛いことになるで来週お休みいや来週凱旋もんやろ ステレンボシュとチェルビニア。凱旋門、ね。凱旋門は誰なんじゃあ、逆に問いたい、俺は。ああ、そす。海外場の有力場を教えていただきたい。こいつは来るぞってうどうせ雨降るんやろんで、ぐじぐじのまおもばばになるんだろ。もう、かっぱ探そっかな。それで当たらんけんな、でも。凱旋門も。 なんであれ毎、毎年雨降るんやろ、あれ。ロスアンゼルスじゃない。ロスアンゼルス。調べてみようか。そういうのはちょっとちゃんと調べとくわ。ロスアンゼルス。ハルホリルニア州の都市。<laughs> ロサンゼルスってなるんだがロスアンゼルスって入れたら馬か馬って入れるんかう出たロスアンゼルス決闘図キャメロットキャメロット サドラーズウェルズからの系譜やな。モン、モンジュー。モンジューモンジューモンジュー。あの伝説的名馬。モンジューの忘れがたみ。見てくださいよ、これ、モンジューの。フランスダービー。 アイリッシュダービー、ニエル賞、過去 G2 からの外戦文書勝ちジャパンカップでなぜか、4着に敗れ。う、これは、まさか伝説のあの、あれか、スクエちゃんが勝った、ジャパンカップか。1999年11月28日といえば。 その後タタソールズゴールドカップっていう G1 も勝ちサンクル大賞も勝っておるてキング・少子も勝っておるそのモンジューの忘れがたみのキャメロットそのキャメロットはどうだ競争成績 A2000 ギニー A ダービーアイリッシュダービー エセントレジャー2着。凱旋門賞7着。<laughs> どうだろうか。で、そのロスアンゼルスの競争成績はどうだサンクルー。クリステウム・ムド・サンクルー G11 着。アイリッシュダービートライアル・ステークス G31 着。ーダービー3着。アイリッシュダービー1着。 親子3代、アイリス・ダービーバーじゃないんですかこれいや待ってサドラーズ・ウェルズも入れたらさらにかあんまサドラーズ・ウェルズって競争成績よくないんだ <laughs> i 2000ギニー。エクリプスステークス。フェニックスチャンピオンステークス買ったぐらいで。キング・ジョージを負け取るし、外戦文章は8着とか。24年前。ノーザン・ダンサー。そしてノーザン・ダンサーまで遡るわけで。やっぱサドラーズ・ウェルズなんだよな。うん いやでもこれちょっとあれじゃないですかねロンシャンで走ってないよなロスアンゼルスちゃん1回もこれダメでしょロンシャンの直線で間違えるやつやろダメもう他の馬をちょっと俺に教えてほしいロスアンゼルスはダメだ やっぱロンシャン競馬場の校舎を探したいわけだよ。力よりも。何回もロンシャンで叩き上げとる5、6歳馬が欲しいんだが、俺は。3歳より、ソジー。ソジー本当にいるのかそんなの。ソジー馬、ま。ういる。ソジー。 3歳。3歳か、これ。血統図。シーザースターズ。うっ外専門商場、アーバン氏を母に。A、アイリッシュ、ダービーバーにして、大商場、ガリローを反兄に持つ華やかな家系に生まれた、落ちた、シーザースターズ。競争場としてはもちろん、商場としても、 大系統展開への足場を固め史上最高クラスの成功を収めた完全無欠のエリートホースだって断軸かアーバンシーカ <laughs> っぱよホーナー ダンジグ。ガリレオの兄弟ってことか、この父が。わ、すごい未勝利戦最初に4着やったこと以外は全部1着で。未勝利、G21 着。A2000 着に A ダービーエクリップステークス。A インターナショナルステークス。 アイリスチャンピオンステークス、外戦猛将勝ち華やかに引退と。はあ。これがあれか。シーザースターズの力系。で、こいつはどうだ逆に、それは親父の意向じゃろ、ソジーはどうなんだはい、来ました、これ <laughs> なんと前走2層がパリロンシャンでやっております G1 パリ大賞とニエル賞1着1着ギュイヨン24002400 24しかも思うままで勝ってます両方これモルタソジーやソジーの単勝1万いくわ俺。完璧にもらった。カッパやこいつは。しかも行くぞわ <laughs> ら。まず未勝利戦。 いやいやおも1着、えー、2戦目アイソ民ー賞リステッド牛ュイヨン芝不良2着、えー、条件戦芝2150オモ1着、えー、フランスダービー2100おも3着、えー、パリ大賞2400オモ1着ニエル賞芝2千0 0お一1着と 葉っぱだ、これ、最強の。しかも、パリ・ロンシャン校舎とも見える。ありか。しかも、距離適性も抜群だ、これ。群抜な馬を見つけてしまった。重ければ重いほどえぞ泥沼、ドブとか。開ける要素もない。おつオッどうやろ。ちょっと見てみようか。 今のオッズま上がるやろなこれは確実にみんなの目に留まるやろ、はい、専門書、二2024オッズと公式サイト総資5.5倍一番人気や残念二番人気がルッ ドゥエが 6, 6倍3番はレラがアベマのフの藤田の新エンペラー7.5倍といや一番人気やソジーはロスアンゼルスが9倍あとはもうなんか押して知るべしって感じやなエコノミクスっていう名前はありやな アバンチュールもちょっと書いたい名前ですね。17倍。アバンチュールも、まあまあ、カッぱなんですけど、これ。<laughs> フェルベイ優勝。おもおも、ややおも、おもおも、りややおもって、これもう、だんなんこれ。フランスってもう、思もしかないんですかこれ。 えぐいが。これはなんだルック・ドゥエがルック・ドゥエがなんかもう全部重やけんな、4000。無誤すぎひん <laughs> パリ・ロンシャニエル賞で3着と。ぐじゅぐじゅやな、これ。なんだ大体重。なんで雨降っとるんこれ。 現地天候とか出てないんやけどっていうか別に晴れとんやけどな <laughs> まあそういうことか、まあ、オリンピック見よったら大体わかるわ、うん、パターンそれは重にもなるわな フランスか、そういう気候なんだうんまあいいわ今日も今日とて俺はちょっと頑張るわよしもう下げの向きにもなれんわほんま麦茶で騙していけ